ポケスペ版ヒガナとかいういたわしい人。デボンとの対立でシガナを失ったり他の優勢の民に伝承者と認められなかったりしたけど、一番おいたわしいのはレッグーザの腹ドンシーンだけが有名になりすぎて、その後のデボンや民との和解とかの話があまり語られないところな気がする。ポケスペ読んだことないけど西郷どん出てくるってマジか。先行版は車椅子エンドだったけど通常巻はどういった加筆がされるのか。65巻、いつまでも待ってるよ。65巻発売未定の理由の一つに構成構想に対しての監修結果がまだ得られてないというのがあるらしいから、今までシルエットしか出てないシガナのちゃんとした姿とか書かれるかもしれないね。こんな時になんだけどスレが、その、下品なんで具体的には言わないでおくけど大きいね。胸にメガバングル仕込んでるからね。セクハラしてる。なんなら初対面で押し倒してるし、ルビーの中ではサファイア以外は眼中になさすぎて何が問題なのか本人が分かってなさそう。それ以前にこの辺りのヒガナはルビーにとって因縁の相手だけど、そのことを罪悪感ゼロどころか善行したつもりだったし、切れても仕方ない相手と認識してて性欲なんて湧きようがなかったからな。ヒガナに罪悪感出てきたら自分から傷見せびらかして皮肉言おうとしてサファイアに小づかれたが。一体何歳なんだ。異性だから単純比較はできないけど15歳で成長期入る直前みたいな細さしてるルビーと比べても明らかに大人の女性らしい骨格と肉付きしてるから、個人的にこのヒガナは17、19歳くらいで考えてる。想像力が足りないよの使い方がつわぶき社長への言葉と同時に自分の今までの行動に対しての皮肉も入ってるアレンジで好き。ポケスペは原作で賛否あった要素は割と好意的改変やフォロー入れるよね。最近だとローズとかもだった。ポケマスでのフォローの仕方も良い感じだよね。つわぶき社長に想像力が足りないって言ってたけど自分もレッグーザの気持ち考えてなかった、反省するの好き。ラルド、多くの人の人生めちゃくちゃにしといてお前ら何諦めてんだこら。ここで葉っぱをかけるのがラルドなのいいよね。ルビーからしたら不具体点の敵だろうによく耐えたなと思うわ。少しはやり返すかと思ったけど想像以上に過去を振り切れてた。ORAS の大空で野生ポケモンと戦う時になんで地に足ついてんねん問題をうまく料理したなぁと思った。こっちのヒガナはゲームの時より感情的だよね。ポケスペだとデボンにシガナ殺されてヒガナ視点ショックで一時的に失語症になったくらいだから仕方ないといえば仕方ない。レッグーザにてひどく拒絶されてハラドンからの追撃で吐血した挙句上空から海面に落下。ラティオス、うむ、命に別状はない。ポケスペ世界の住人ってすげえ。種ポケモン3匹に負けるボーマンダーを持つ優勢の民とは、あれはどちらかというとルビーと手持ちたちが異常すぎるかと。未完成とはいえなぜか破壊光線が打てるポチエナがいるしな。いわく千里の教えの賜物らしい。ポケスペに種族地はないと思え。見ろよこのマンムーと鳳凰に種張るデリバードー。実はアクア団のメガネ娘として前々から出てたっていう。後付けにしてはすごいな。海底洞窟までついていってるからルビーたちいなかったら洞窟の崩落で死んでた可能性あるんだよね。